みなさんこんにちは。えなです。たかです。 LT ブログです。はい、ということで今ねコロンビア北部のカルタヘナっていうところにやってきました。暑いです。めちゃめちゃ暑い。まあコロンビアのボゴタから飛行機でカルタヘナに飛んできて、飛行機降りた瞬間にね33度、メガネが曇りました。めちゃめちゃ暑いでね、ここの街ねコロンビアの中では一番観光客が集まる観光都市なんだよね。で、カリブ海にも面しててロートアイランドもたくさんあるような街、カルタヘナです。ちょっとねプラプラ見ていきたいと思います。行きましょう。セロデラポッパ、セロオサンセロサンフェリペ、サンフェリペじゃない、ポッパ、ポッパの丘、ポッパ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 、sí. How much? イリウェルタ100,000、イリウェルタ、イリウェルタ、well, sí. どういう意味？行き帰り、sí. Go and come back、hey. How much? One? Yeah, one. Ten? $10,000? ちょっとあれ見せよ、この電卓で見せよ。今怖いのはアクセルを吹かされて携帯ごと持ってかれることが一番怖い。ハンドレット系高くね。ノグラスです。今ねポパの丘っていうねちょっと街を見渡せるね高台に行きたかったんだけど、街中でタクシー拾ってもねスペイン語しか喋ってくれなくてね、全くコミュニケーション取れなくて、ものすごい10倍ぐらいの金を請求されそうになったから、で今ウーバーを呼んでます。ただウーバーがね少ない。ウーバーがない、人がない、車がない。ウーバーもない、タクシーも乗れない。はい、ということでね、ポパの丘、諦めました。このカルタヘナのね、町を紹介するフリーツアーに参加します。てか、参加してます。OK。In 1999。レナだ。レナ発見。レナ、こっち来て。レナがいる。レナがいる。はい、ということで2時間ぐらいのねフリーツアーが終わりました。もう暗くなりました。もうね真っ暗になってきたね。カルタヘナってめちゃめちゃ暑いから、フリーツアーが始まるのがまず4時なんだよね。で2時間経って今6時ちょっと過ぎなんだけど、ただ日が落ちるとだいぶ涼しくはなる、けどね湿気がまだ高いから、まあね居心地は悪いよやっぱり。でね、このカルタヘナの旧市街の中をねいろいろ歩いてたんだけど、まあユネスコ世界遺産に登録されているだけあって、やっぱね、めちゃめちゃ綺麗。あの植民地時代の建物とかもまあ普通に残ってて、まあ、歴史を感じれるし、まあ、可愛らしい建物いっぱいあるし、カルタヘナの新市街はめちゃめちゃビジネスとか高級ホテルとかもう乱立してて、もうすごい。コロンビアとは思えない。てかわかんない、コロンビアの印象が、タカのコロンビアの印象が違ってると思う。俺のもともとのコロンビアの印象がすごい発展途上国ってイメージだったから、もうね真逆。もう俺地元愛知県で、多分ね名古屋よりも一見するとすごいんじゃないかっていうぐらい、カルタヘナはスカイスクレーパーが綺麗でした。まあ暗くなってきちゃうと、まあ言うて危なくなるから、コロンビア治安がまあ悪くて、俺たちちょっとこの旧市街のちょっと外なのかな。外だけどまだなんか安全なエリアな。そうって言ってもね、人通りはかなり少なくなるエリアに住んでるから、まあ真っ暗になる前には帰ろうかなと思って、ということでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。18年間も住んでました。